栃木吉郎栃木吉郎11月10日から1969年5月13日は、大正から昭和期の実業家、政治家、栃木帰船社長、貴族院直選議員、栃木と表記される場合がある。福岡県で、実業家、栃木淳作の長男として生まれる。1915年は瀬田大学商科を卒業した。1915年、 栃木誠作商店に入社。同年、栃木商事を設立し取締役に就任。以後、栃木合名会社代表社員、栃木商事社長、栃木化学工業取締役、全国沿岸タンカー組合理事長、九州造船社長、船舶運営会評議員、船舶管理委員会専門委員、海事審議会専門委員、福岡県若松市会議員などを務めた。 1945年、土木商事が土木規制に名称を変更し引き続き社長に在任した。1946年5月18日に、貴族院直選議員に任じられ、研究会に所属して活動し、1947年5月2日の貴族院廃止まで在任した。この間、鉄道運賃審議会委員、運輸省海運総局参与などを務めた。 1947年、沿岸タンカー会長に就任し、日本海上観光協会会長、極洋捕鯨監査役、全日本観光連盟理事、国際観光会監査役、同窓団役なども務めた。ありがとうございます。